基本的にレム睡眠の時に見るんですよね、うんうん、夢って浅いんです、ね、眠りが浅い時に見るんですけど、あ、言いますよね。そう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 、だから、ほら最近さ、ほらずっと自粛期間の使い続いてからさ、今直さなきゃいけないんだけど、はい、昼夜逆転してんだよ俺。あ、私もそうです。完全にしちゃってるんですよ。完全にね、昼夜逆転しちゃってるから、あのさ、寝るのがだから朝方とかになるから、寝てる時ちょっと明るかったりとかするんですよ。あ、しますします。そうだから、ね、多分そういう夢を見るんだろうなと思うんだけど、いやね、本当に超リアルな、なんか本当に痛いとか感じる時あるから、そう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 、まあそれが俺の、その物とか書いてたりとかするんで、それが執筆作業の、種になったりとかはするんだけど、そう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 、だからなんかすっごいファンタジーな夢を見たりとかするじゃん。そしたら、もう基本的に頭元の近くに、ちっちゃいノート置いてるんですよ。ああ、そう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 、夢日記じゃないですけど、そう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 、あんまりよろしくないとは言うけどね、夢を覚えておくのはよろしくないとは言うんだけど、そうそう、まあ頭のね、中の整理をしてるから、その脳がね、科学的に言うと、だから、よろしくないとは言うけど、なんかこう物語、これ物語したら面白いなっていう夢をたまに見るから、そういうのを見た時はこうパッて起きてすぐブワーって書き留めるのね。あと大体起きて、パッて見たら字が汚すぎてわからないっていうのがよくあるんですけど、これ何を書いてるのかわからないっていうのがよくあるんだけど、あ、わかります。あ、まあでも確かにこんな夢を見たような気がするぐらいになってる時はあるんだけど、そのメモも、私も一回したことがあるんですけど、そのメモも、眠かったんで、メモして、必死のやつをメモして、そのままバカって寝て、起きて、あ、そういえばさっき見た夢何だったんだろう、パッて見たら3言語ぐらい、3単語かって言われてて、何サンタ明日起きたみたいな、よく分かんないけど、どういう夢を見たの私。そしてきっとこれ面白いと思って私は残したはずなのに何も面白くない。そうね、すごいファンタジーなこともあるんですけど、マジで超ドラマみたいな話も、うん、あ、渋谷さんと夢さんがいらっしゃってね、はい、こんばんは、こんばんは。リアルな夢見る、リアルすぎて自分の寝言で目覚めたりとかする。へぇー、そんなのもあるのね。いや、もう本当に、なんだろう。俺ね、それで何分か俺話書いてるからね。いや、マジで。それを膨らませてね、その種みたいなのが出来上がるじゃん。出てくるじゃん。出てきて、だから例えば、だからその、今まででちょっと書いたのは、俺結構ね、アニメをすごい見るし好きって言ってたじゃん、ね、だからアニメっぽい夢を結構見るのよ、はい、そうだから、要は、異世界、なんだろう、血をもらう、ハーフ妖魔みたいなのがバーって出てくる、そういう夢を見るんです、多分。直前にそういうアニメ見ましたよ。多分そういう夢を見て、そういうアニメとか見たりとかしてるんだけど、そういうなんか、こうなんかの現実とこう多分混ぜて多分話したらこれちょっと面白いぞっていうのがたまにあるんですよ。これマジであるんですけど、そう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 、いやこれね面白いもんで、あのね本当にね、なんかね話にするとね辻褄が合わなくなるところがあるんだよね。だからいわゆる、だからその着地点があるんだよ、その夢で見た着地点があるんだけど、そこのところに持っていくのが結構大変みたいなのが、でもその落ちも意味不明なところで終わったりしますね。目が覚めちゃって。あ、分かるわ。なんかそういうのない？お二人さんは。ああ、あります、あります。なんかとんでもないホラーの夢とか覚えてない？ああ、分かる、あるよね。とんでもなかったよね。バイオハザードやったでしょ、その前に。物理的なのか心理的なのか分かんないホラーがね。ああ、なるほどね。あるね、確かにね、たまにね。そんなホラーはなんかよく見るね。だから怖い夢ですね。えちゃん、どんな夢見るの？覚えてるのある？そうですね、なんかいろいろ、でもご飯食べてる夢が多いです。好きだなぁ、飯食うの好きなんだな。飯食うの好きだなぁ。で、そういう夢とか、あとなんか夢の中でこれは自分で夢を見ているって分かる夢。ああ、面積夢、面積夢ですね。面積夢は俺もたまにある。これ夢だなと思うことはよくありますね、うん。なんか想像力豊かな人がよくなるんだって。面積夢ですか？面積夢とか、あと、その何、すごく現実的な、そう、ストーリー性のあるやつだったりとか、
すげえ、多分俺ね、多分そういう映画見てもないのに急にね、すっごい切ない、ね、ラブストーリーで、ね、あの夢を見たりとかするのよ。主演でした。いやマジで、いや主演だった主演だったけど、まあもちろんだって俺の夢だからねそう、俺の夢だからね、うん、もちろんだ、それはそう、まあ、俺主演もあるし、なんか俺がなんか違う立場の時があるのよ。だからあのそのいわゆるだからちょっと年下のやつらが恋愛してて、はい、わーってなってて、なんかこう女の子の方は素直になれてない、男の方はあのちゃんと言い表せないみたいな感じで、なんかこのままでいいんだってこの二人が言ってる時に、お前それでいいのかって言ってるやつとか、そういうのはある。そういうのすごい、あのドラマで出てきたら絶対人気そう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 、お前そんなんでいいのかって言ってるやつとかもあったけど、一回あったのがだからなんだろう、その病気の女の子っていうのはよくあったね。あ、病気の女の子で関わっちゃいけないみたいになってみたいな、だそういうなんかちょっと結構切ないなんか物語のやつもあったし、あのね本当にね起きた後ちょっとだけ泣いてるからね俺。あ本当にちょっとだけ。でもそういうストーリー性のよくあるやつを見ると、うん、やっぱり起きた時何にしても疲れませんか？疲れる。なんかぐったりしてる。すっげえ疲れる。何だったのみたいな。すっごい疲れるんだよな。あと戦争のお話とかね。重い話で言うと、いやなんだろうね、その喪失なんかその。その夢はなんか公園で遊んでて、まあ、あのそれこそ、ね、あの第二次世界大戦の時代の話ですよ。話というかもう夢なんだけど夢なんだけど夢なんですけど、あれね、なんだろう、なんかその公園みたいなところで遊んでるの、まだそんなに大きくなくて、小学校中学校で行ったかなぐらいの、うん、まだ学徒動員が、行われる、だからそういう知識があるから逆に結構リアルなんだと思うんだけど、そうそうそう、学徒動員がされる前のまだその小学生とか、まあ、中学生前ぐらいの、年なんですよ俺が。で、女の子と遊んでるんだけど、急にこう空襲警報が鳴って、飛行機が飛んできて、なんかあの公園で遊んでるところにバーってあるじゃん、なんとかだ、なんだっけ、なんとか忘れた、あの、なんかこう、銃の、その、飛行機のさ、あの、バーってやつあるじゃん。ミサイルしか出てこない。ミサイルじゃない、あの、なんかな何弾って言うんだっけ。気球走車みたいな。気弾みたいなのがブワーッと飛んで、それがパパパパパパパーンって飛んで、あの、こう、やられていってて、で、なんか空襲でなんかそういうのもあって、みたいな感じの、なんか、ところなんですよ。それまではすごく楽しく遊んでたのに、急なこうグワーしてグワーって打ってグワーってこうなんか街がパニックって、その時にそのわわわってやられた時に逃げるぞって逃げてたんだけど、女の子が間に合わなくてそれをかばうんだけど、間に合わなくてその女の子がこう血まみれで倒れてるんだけど、それをかばったことによって俺もここ背中に傷を負っていて、でなんかその痛みとかも全部わかるのよ、なんかわかんないけど、そう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 。でも